クリス、そちらは今も雨が降っていますか？こっちは相変わらずのいい天気です。少しだけでもそっちに分けてあげたいくらいに。そんな些細な天気のことでさえ、クリスと遠く離れていることを思い出さずにはいられないなんて、辛いことだよね。もう3年近くこんな生活が続いたんだって、最近ふと思い起こしてみました。この月が終わって、年が明けて、あと2ヶ月もしたら、やっと戻って来られるんだよね。そのことに気づいてから、少しだけ、時間が経つのが遅くなった気がします。別れてすぐも辛かったけど、こういう時間も、ちょっと辛いかな。そして、その日が来るのが、少し怖いくらい。そんなの、おかしいかな。今年の終わりも、いつもみたいに一緒に過ごせたらと思うけど、発表のこともあるから、まだどうなるかわからないよね。それに、私の方も、まだちょっとわからないんだ。ナターレ前の手紙くらいで細かいことを報告するから、クリスもお願いします。そうそう。卒業するために発表しないといけない演奏の、パートナーがまだ決まってないって、トルタからの手紙に書いてあったよ。私にはよくわからないけど、すごく心配してるみたいだったから、早めに決めた方がいいんじゃないかな。もう1年は、さすがに待てないよ。なんだか、取り留めがなくなっちゃったね。続きは、次の手紙で。アリエッタ。6時かよ。さっさと返事出してアンサンブルしようよ。Thank you.
全然わかってないじゃない。やっと終わり？まあ仕方ないか。恋人への手紙ならさ。曲はいつものでいいね。Thank you.
持ちよかった。さて、じゃあそろそろ寝よっかな。手紙、忘れないようにカバンに入れておくのよ。よろしい。じゃあ、おやすみ。おはよう。いつもだけど子供みたいな寝顔ね。そう、クリスの寝顔しか見たことないから。はい、いつものお願い。Thank you.
時ちょっと。もう少しして起きなかったら、なんかいたずらでもしてあげようと思ったんだけど、残念。失礼。手紙を出したいんだが。ああ、すまないね。
おはよう。構わない、続けろ。そうか、ならいい。まだ時間は少し早いな。少し話がある。見当はついているね。ああ、当てがないわけじゃないだろう。合わせる時間も必要だから、もうそんなに時間はない。2ヶ月しかないんだ。数ヶ月とは普通言わない。そういうことに疎いのは知ってたが、それほどとはな。これも仕事だからな。それで探してはいるのか。嘘だな。君のことは多少なりとも分かってるつもりだ。なんだ、図星か。まあ、君の音に合わせられるものもあまりいないか。妥協もよくない。クリス、聞いていなかったな。素直でよろしい。ただ、授業中に私の話を聞かないのは減点だ。まあいい。それは後にして、レッスンを始めるとしよう。曲はいつものでいいのか。
まあいい。とりあえず初めから投資で。それでは始め。Thank you.
相手が見つからなければ卒業もできない。もっともそうなる前に私の方で何とかするが。一応声楽科の子に頼んでこっちで勝手に決めさせてもらう。実力のある生徒を卒業させないわけにはいかないからな。気のない返事だな。やる気はあるのか。トルティニタはどうなんだ。知り合いだしちょうどいいんじゃないのか。あまり多くはないが、欠点がないわけじゃない。そこを詰めよう。では、練習記号エッフェから、もう一度。おはよう。
時の曲？最後まである？あのね、すぐに一応っていう癖は。一応はね。ねえ、見てもいい？いい曲ね。一応やることはやってたのね。でもパートナーまだ決まってないんでしょ？いくらいい曲があっても。そう？それは先生が正しいわね。今週でちょうど12月に入るからね。あと2ヶ月しかないんだよ。言わないよ。私もお弁当食べちゃおう。私以外にってことだよ。あれ？本当にそんな人いるの？ちなみに誰？私の知ってる人？クリスがあの噂を信じてそれで浮気でもしようとしてるなんて思ってなかったよ。もちろん冗談だって。なんでもない。クリス
スのそういうところっていいと思うよ。ちょっとだけいい加減なところ。そうでもないよ。でもね、そういうちょっといい加減なところは直した方がいいと思うよ。わかんなくていいよ。それで何の話だっけ？噂って何？よくある話だよ。確か卒業発表で一緒に演奏した男女は永遠に結ばれるだったかな。そうね。うん。だって音楽性の合う人って基本的に人間的にも合う人だからね。それに練習のために長い時間一緒にいれば、それだけお互いに好意を持つのは普通のことだし。そうそう。クリスもやっぱり興味ないんだ。自信ありげに語っちゃうんだ。恋する男女の心理をよ。同調したクリスも同じ。似合わないよ。姉さんは別。幼なじみの女の子とそのまま付き合っちゃっただけでしょ。自分の知ってることが全てだと思ってる人に言われたくないよね。物思いにふけてる。うん、いいよ。とにかく早くパートナーを決めること。いい？本当に？私？そこまで。その続きは言わない方が自分のためだよ。せ
声楽家はソロでも別に構わないの。実力のあるフォルテール家の人と組んだ方が評価は良くなるから、それを前提に動いてる人も少なくはないけどね。その方が楽だもん。誰かさんが本当にあぶれた時に一人くらい候補がいた方がいいでしょ。でもだからといって探さないのはダメだからね。思わない。だってフォルテールを弾ける才能があるだけで学院の生徒の中でも特別扱いじゃない。そのたまたまがこの場合重要なのよ。クリスの場合謙遜じゃなくて本当にそう思ってるのがすごいと思うよ。やっぱりクリスらしいというのらしいね。人の声がフォルテールと一番合うからに決まってるでしょ。気がするって授業で習ったじゃない。1年生の時のね、フォルテールの歴史の講義でね。ないわよ。じゃあ聞くけど、あなたの学科は何ですか？これだから才能だけでよう渡っていける人はいいわよね。違う。筆記はいつも最悪なのに、実技だけで評価されてるクリス君だけに言ったのよ。はいはい。いい？今度はちゃんと聞くのよ。フォルテールの音は、良くも悪くも個人の資質に左右されるの。個性って言っても構わない。人それぞれに違う声が与えられているように、フォルテールも人によってその音色を変えるの。そして奏者のその時の心情や感情に左右されやすい特質を持ってる。楽器の中でも特に音に感情を込めることができるから、詩を伴うことによって同じくらいに感情を表現できる。歌との相性がいいの。わかった？ちょっと考えればわかるはずなのに。フォルテール科の生徒の絶対数が少ないからに決まってるでしょ。声楽科はその倍もいるんだよ。お分かりになりましたか？きちんと納得できたところで、わかってるよね。よろし。もしよかったら一緒に探してあげようか。
知り合いなら私からも頼んであげられるし。クリスにないのはよくわかってるわよ。とにかくついてきて。待つの、うん、こんにちは。それなんだけど。わざと？もう本当に不愛想なんだから。そんなんだから友達ほとんどいないのよ。
行くけど、今度は愛想よくしてるのよ。どうしたの？でも心よく話してくれたじゃない。クリスがそんな仏教ずらしてなければ、ひょっとしたら受けてくれたかもしれなかったよ。話にならないし、ダメで元々だと思ってさ。はい、じゃあ笑顔作って。やる気ないなぁ。他人事みたいに。そろそろいいかな。大丈夫だよ。いいでしょ。甘くて最高じゃない。好きなんだからいいでしょ。これでいいよ。ごちそうさま。好きだもん。それに結局見つからなかったしね。あー、ひどい。私の案がダメだって言うの？
どうしてそんなこと聞くの？あ、ひょっとしてやきもち？認めちゃうんだ。変に具体的だね。半分とかじゃないの？それで二つだね。あと一つは？1年の頃一緒の講義を受けてたとか、どこかで見たことある顔だなとか思って。お？そんなわけないでしょ、クリスト。自分で言わないの。それでもダメ。あのね、女の子とクリスを組ませるわけにはいかないでしょ。うわさ。それは信じてないけどさ。焼き餅が10分の1くらい。それも幼馴染としてのだからね。信じてなくても嫌なことってあるでしょ。そっかね。クリスって神様は信じる？いいから。教会の壁にいたずら書きとか悪いことをしようと思う人ってほとんどいないと思わない？信じてなくてもできれば噂とは無縁な位置にいてほしいってね。そういうこと。でもね、私だって全然信じていないわけじゃないんだよ。本当の意味ではってさっき言ってたもんね。何それ、何かの本の受け売り？
真相ね。この世界で起こってる嫌なこと全部なくなるかもしれないのにって思っただけ。クリスはそう思わない？わかってる。ならいいなって思っただけ。らしくないね。じゃあそろそろ帰ろう。あ、おかえり。遅かったけど何かあったの？また雨？飽きないわね。それで、どうしてこんなに遅かったの？へえ、それで見つかった？探し方？何それ、押し入るって。ということは、トルタの案だね。それはね。でもさ、トルタらしいね。でもさ、クリスを思ってのことなんだから、感謝しなくちゃね。それで、他にはどんなことがあったの？これで知り合いほとんどに言われたってことになるね。ちょっとそれって言い訳のつもり？もう情けない。友達少ないって自分で言ってるようなもんじゃない。自覚なしか。情けないっていう自覚のことよ。はあ、それが問題かもね。
あんまり実りのない一日だったね。今日は何？いってらっしゃい。さて、今日も初めから通すか。では、始め。それで今日はどうするの？またやる気のない返事しちゃって。そんなんだから見つからないんだよ。今日も付き合ってあげようか。そうだけど、クリスがそんなんだから心配しちゃうんじゃない？今日は早かったんだね。
これからどうするの？そっか。じゃあ頑張ってね。待ち合わせですか？そうなんですか？ではここにはどうして？よかったらどうですか？自己紹介してなかったですね。私の名前はファルシータ、ファルシータ・フォーセット。ねえ、歩きながら話しましょうか。
どうかしましたか？知れませんね。私、学院で生徒会長をしていたんですよ。今年の春までですけど。ですよ。私もこっちですから。どうかしましたか？そうですか。あ、それとそんなに堅苦しい呼び方じゃなくて、パルって呼んでください。親しい人はみんなそう呼びますから。フォルテール科なんですね。
持ってるんですか？でも、珍しいですね。そういえば、クリスさんって3年生ですよね。ちょっと前ですけど、コンサートホールで演奏していたでしょ。夏の定期演奏会です。でも、ヴォルテール科の演奏は全て聴きましたよ。そういうわけではないんですが、楽しかったですよ。でしょうね。決めるのは無理だと思いますから、とりあえず一緒に演奏してみる機会があればと思って。いいんですかって、こちらからお願いしているんですけど。やっぱりそうでしたか。あそこにいたので、そんな気がしてたんです。あ、私はあっちですね。あ、でも家の前まで送りましょうか。ここまで来て濡れるのもちょっと悔しいですよね。そうですか。今週はちょっと忙しいので、できれば来週からがいいんですが。ね、ごめんなさい。火曜と木曜だけなんです。あとは日曜日も空いてますけど。クリスさんならそう言うと思ってました。レッスンはどの時間帯にとってます？私は1時間目なので、お昼からでいいでしょうか？もちろんです。なら、そのくらいの時間に練習室を取っておきますね。場所は？わかりやすく、練習室のある廊下の一番奥でどうです？どちらにしろ、練習室にありますよ。いつもそこで練習してますので。私よりもっと練習している人はたくさんいますよ。らしいんですか？
それではまた。はい、どうかしましたか？お気になさらずに。あ、おかえり。走ってきたの？へえ、なんかあったの？あれ？今日はタオルで拭かなくてもいいの？ねえねえ、何があったの？これからどうするの？もう少しは焦りなさいよ。本当に？それならいいんだけどさ。私は今日は帰るけど。
失礼します。Thank you.
私、あまり人混みが。あなたは。ごめんなさい。何でもありません。ごめんなさい。帰ります。おかえり。今日も帰りが遅かったね。
やっぱり練習してたの？ねえねえ、今日は何があったの？変わったこと？何何？Thank you.